皆様着陸態勢に入りました。シートベルトを確かめください。この動画では飛行機の減速と着陸について、加速度の測定を通して考えてみます。加速度は膝の上に置いた ipad で測定しています。速度と高度と位置はスマホで測定しています。 現在の速度と高度と位置はこのようになっています。着陸時は GPS の受信が不安定だったので、この解析では使いません。現在の加速度はこのようになっています。測定は Fifox フフというアプリを使っています。3つのグラフは3次元のそれぞれの軸の加速度です。どのグラフも横軸が時間で縦軸が加速度です。 グラフの右端が現在の加速度で、左に行くほど過去の値になっています。飛行機はボーイング737、ダッシュ800で、3つの軸はこの機体に固定された軸です。真ん中の青線のグラフは、飛行機の前後方向の加速度で、前方が正です。下の黄色のグラフは、飛行機の上下方向の加速度で、上向きが正です。 上の緑のグラフは飛行機の左右の加速度ですが減速や着陸には関係ないのでこの動画では使いませんでは着陸の様子を見てみましょう飛行機はすでに最終アプローチに入っています千葉県側から東京湾アクアラインに沿ってまっすぐに進んで着陸しますそれでは加速度を見てみましょう 青線のグラフが進行方向の加速度で、黄色のグラフが延直方向の加速度です。飛行機の減速を考えるとき、延直方向の加速度は関係ないように思えます。ここで問題です。延直方向の加速度と飛行機の減速はどのような関係があるのでしょうか。30秒後に解説しますので考えてみてください。 これは先ほどお見せした図ですが、実は飛行機は1.5度から3度ほど機種を上げて飛行しています。着陸前に減速する際は、その角度はもう少し大きくなります。この場合、黄色の加速度は地面に固定された軸で考えると水平方向の成分があります。飛行中の減速は青線の加速度ではなく、むしろ 黄色の加速度で減速していますではもう一つ問題です2つの加速度のグラフに矢印で示した特徴的な谷と山がありますこれは何だと思いますか30秒後に解説しますので考えてみてください 着陸の際は主翼についているフラップを段階的に下ろしますフラップを下ろすと揚力が大きくなり上昇します抵抗は大きくなり減速しますそろそろ着陸です両方の加速度の変化に注目してください 着陸の直前機首を上げ抵抗が増加して減速しますがそれが黄色のグラフの矢印の山になっています着陸の後の逆噴射と車輪のブレーキの減速が青線のグラフの矢印の谷になっています加速度の大きさは約0.5メートル毎秒毎秒で離陸の加速度の4分の1程度でした